それでは勝ちました阿部監督です。まずは先発の高橋が7回1失点という好投でした。監督の目にはどう映ってましたか？いや、もうナイスピッチングのその一言です。はい。その後はバルドナードと大勢が登板しましたが、昨日は8人のピッチャーで、まあ、全員野球で勝ちましたが、中継ぎを休ませられたというのも大きかったでしょうか？そうですね、みんな連投だったりね、ちょっと登板過多になっている部分もあったので、今日は例に、ね、助けてもらいましたね。はい。打つ方では先制された直後に萩尾が逆転のツーランホームラン、あの辺りはいかがだったでしょうか？いや、もうナイスホームランでしたし、ね、まあ、その前に例も自ら自分で打ってね、まあ、そういうのもあるんで、まあ、うん、点は入りましたけど、逆の立場だとやっぱね、ちょっと野球ってやっぱ怖いなと思いながら、ね、見てましたけどね。はい。ただこれで6連勝、そして今シーズン初のドイツカード3連勝で、来週以降甲子園タイガースに乗り込みます。来週に向けてお願いします。いや、もう来週は来週でね、また、いいゲームができるように、まあ、本当切り替えてね、やっていきたいなと思います。はい。阿部監督でした。はい。